上里家は稲妻にあまたとある家のうちの一つです。ですから私の仕事も大した内容ではありません。私はただこの家の安寧を守るため尽力しているだけ。家では当主と兄を、外ではシャブ業としての役割を担っています。しかし結局は普通の人間なのです。公務で数日間家に帰れないことも珍しくありません。目下の問題を解決してもいつか訪れるであろう危難に目を向ける必要があります。尊大な物言いかもしれませんが、誰もが家に帰れるように私はしたいのです。仕方ありません。雨宿りをしましょう。若がここにいらっしゃるなんて。ここでお会いするとは思いませんでした、お兄様。今お茶を用意するので少しお待ちください。太郎丸、いい子だから早く降りるんだ。おいおい、このままじゃ動けないだろ。おや、二人揃ってこっそり宴でも催すつもりですか。いえ、お兄様の誕生日がもうすぐ。おっと、お嬢。そうでしたか。仕事を楽しみ、生活を守り抜く、これらのために人は武器を手にするのです。